やはり休日だと人通りが多いな。しまったな。すまない、待たせたか。いいえ、私も今来たところですから大丈夫です。そうか、すまないな。どうやら少し疲れていたみたいで寝過ごしてしまった。あ、お疲れでしたよね。やっぱり家で眠る方が良かったですか？いや、この前も言ったが、最近は家でもやる仕事が多いからな。それよりこうやって誰かと出かけた方が体も頭も休める。言ってもらえると助かります。無理やり誘ってしまったかと思っていたので。そんなことはないと。休日に立ち話っていうのもあれだしな。どこか店に入らないか？あ、はい。実は今日はどのお店に行くかもう決めていたりするんです。友達がご飯が美味しいお店、コーヒーが美味しいお店、たくさん教えてくれたんです。そうか、俺はあまり流行とかには詳しくないからな。よろしく頼む。はい、まずはお昼ご飯にしましょう。そうなのか？そうなんですよ。昨夜ちゃんたら流行りのジュースを飲みに誘ったら、大魔人が任務で飲むお薬みたいな飲み物で十分って言うんですよ。いや、
あの飲み物も栄養満点っていうのは知っていますけど、任務じゃない時くらい美味しいものを飲んだり食べたりしたいと思いませんか？まあ確かに昨夜は真面目そうだからな。尊敬しています。さくやちゃんは私の目標だから。そうか、身近に目標にできる人がいるのはいいことだ。良くも悪くもその背中が目に入って頑張らなきゃいけなくなる。はい、くじけそうな時も負けそうな時も、じゃない、ごめんなさい風魔先輩、私ばっかり話しちゃって。このお店、コーヒーがすごく美味しいらしいです。どうぞ。ああ、それはそれで足りるのか？はい。というか、このパフェが楽しみだったんですが、これを食べちゃうと、他のは、そうか、ただあまり無理はしないようにな。俺は元気にたくさんご飯を食べる女性というのも魅力の一つだと思うぞ。もう、風魔先輩は女心か。じゃない。気をつけます。何を気をつけるんだ？てくれましたね。この前から疲れているようだったから心配していました。心配してくれるのは嬉しいが、次の任務の日程も組まれているからな。俺が抜けるわけにはいかないんだ。特務中隊の重要な立場だとはわかりますが、先輩、明らかに働きすぎですよ。そうか？
特務中隊の隊長として任務の内容や他の隊員への振り分け、任務結果の確認は俺にしかできないものだし、この後は任務終了のサインをして書類を提出しないといけないと。だからって夜遅くまで働きすぎですよ、風魔先輩。いつもどれくらい寝ているんですか？今日はあと1時間くらいしたら終わるから、まあ睡眠時間は4時間ってところか。やっぱりと思っていましたけど短いですね。そうか？しかも書類やデータの確認だけじゃなくて、風魔先輩自ら任務に関わる案件が多いとか。大丈夫ですか？うわ、本格的に危なそうですよ、風魔先輩。すまないな、せっかくの休みなのに俺なんかに付き合わせてしまって。なんかなんて言わないでください。私は風魔先輩のお役に立てて嬉しいんです。あ、私だけじゃなくて私たちですね。スー先輩も雪風先輩たちもみんなが風魔先輩を心配していましたよ。そうか？皆さん風魔先輩のお役に立てて嬉しいんですよ。いつも先輩にはお世話になっていますから。そうだといいな。風魔先輩ってん？人から感謝されることに慣れていないんですね。しましたか、風魔先輩。もしかして疲れちゃいましたか？ああ、いや。いや、感謝されることなんて今までほとんどなかったからな。そうなんですか？風魔先輩、たくさん私たちのことを助けてくれているから、皆さんから感謝されていますよ。はい。
そうか？はい、聞いてみたらどうですか？スー先輩とか絶対感謝していますよ。昨日もフーマ先輩の代わりに書類整理をして、先輩がいつもこんなに仕事しているのかって驚いていましたし、昨日は普通に夜遅くまで溜まってた本を読んでいたら、ちゃんと休んでいるのかってものすごく怒られたんだな。フーマ先輩のためにみんな頑張ってるのに夜更かしなんてしていたら、まあ怒られますよ。はい。読書は数少ない趣味なんだがな。そうなんですか？それじゃあこの後は本屋さんに行ってみましょうか。いや、俺のことは別に。せっかくの休日なんだ。空が行きたいところに付き合うぞ。いえいえ、先輩のための休日なんですから遠慮しないで。これを機に身も心もリフレッシュして、また私たちに力を貸してください。大げさな。それに俺は本当に空の行きたいところに行きたいんだ。あ、そうですか。まだ空と一緒に任務をこなすようになって日が浅いだろ。空のことをよく知りたいんだ。どうした、ソラ？大丈夫か？もしかして空も疲れているのか？だったら今日はこれまでにして。いえ、全然疲れていませんよ。私は。そうか、顔も若いし反応も今までと。いえ、それよりこれからどうしましょう？どこに行きましょうか？あ、そうだな、ソラ、君が好きな場所とかはあるか？静かな公園とかゲームセンターとか、人が多い場所でのショッピングとか。好き、私の好きな場所ですか？ああ、ソラが好きな場所を知りたいからな。今日はありがとう、ソラ。楽しい休日だった。そうですか。それは良かったです。大丈夫か？勘違いをしていたと言っていたが、もし俺で力になれることがあれば。でしたら、
そうはいかない。今日の休日は本当に楽しかったからな。ありがとう、ソラ。俺を心配してくれて。スー先輩や雪風先輩がいつも風魔先輩を怒っている理由が少しわかりました。今の流れでなんでそうなるんだ。ねえ神奈月さん、昨日特務中隊の先輩とデートだったんでしょ。あんなにデートスポットを聞いてきたんだから、どうなったか教えなさいよ。またため息。これは失敗したのね。しかも大失敗。かわいそうに。放課後一緒に稲毛屋のアイスを食べに行きましょう。恋愛なんてまたすぐ新しい恋が見つかるわよ。いや、失恋とかじゃないですから。そもそも昨日は風魔先輩が無理をしていないか監視するために一緒に過ごしただけですから。はいはい、神奈月さんならすぐに新しい恋人が見つかるわよ。そもそも先輩とは恋人じゃないですし、振られてもないですから。バカばっかりね。